はい、こんにちは。今ですね、所沢のタイソンさんが、稲川会系の組員になられたという噂が、まことしやかに囁かれております。もしこれが本当だとすればですね、あまりに衝撃的なニュースですよね。ただね、まあ、タイソンさんが選んだ道ということであれば、自分は、積極的に応援していきたいですし、まあ、極道の世界でもね、てっぺんを取ってほしいなというふうに考えております。でね、まあ、この年からね、現役ヤクザなんて遅いだろうって思う人もいるかと思うんですけども、それに関してはね、松島黒さんなんかもね、40歳過ぎてからね、現役ヤクザになって、で、今やね、住吉会系の下部組織のね、組長をやっておりますから、そこに関してはね、まあ、腕っぷしの強いタイソンさんであればね、全く問題ないかなと思います。皆さんですね、このニュースを聞いてどうお感じになられたでしょうか。本当これに関してはね、いろんな意見や感想あると思うので、どうかね、コメントいただけたらと思います。はい。では今日は以上ですね。ありがとうございました。失礼します。